サブリン TV をご覧の皆さん、こんにちは。サブリン哲也と、スーパースベリーの小野塚と、サブリン佐々木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、来ましたね。5月だよ、5月。ワインの定期便、5月号、はい、第1週でございます。はい。5月号に関しては、久々の登場、アズマコーポレーションさんとやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、今回のゲスト、佐々木さん、はい、佐々木さんはビノテラスっていうね、はい、勉強をやってらっしゃるところでの講師やっていますけど、はいはい、ビノテラスの実はね、母体はアズマコーポレーション、はい、なので、この前もご存知だと思うんだよな、ちょっと佐々木さんにいろいろ教えてもらおうかな、そんな全然ダメだな、はい、ちょっと教えてください。ということでね、じゃあ、やってみたいと思います。じゃあ、ズカちゃん、出してください。はい、いいですか。まず第1週、ハンガリーカルピヌス。カルピヌス。僕はフルミントドライ。2019年、1980年ですね。でございますね。まあ、都会といえばやっぱりさ。そうですね。フルミントとか甘口のイメージですけど。ドライ。ドライ。で、結構ね、高いよね、やっぱり。フルミントのちゃんとした寄付ワインってなると。それを今回はちゃんとね、美味しくドライな感じで、やさく。ご提供されているこのさすがのヤスさんでのアズマさんのやつですね。ヤスさんでのです。さあちょっとそれをねちょっと飲んでいきましょう。じゃあズカちゃん開けちゃって。キャップだからねラップなんですけど。じゃあちょっとやめましょう。いいね、カルピス17世紀から続くカルピスがあるのはハンガリーの北東部でスロバキアと国境にある世界三大寄付ワインの産地として有名な都会。このエリアの最南端の都会山の麓の西側に位置します。エディット氏とイスティブン氏の兄弟で、なんかよくわかんないな、ワイン作りを行っている家族経営で、2人ともハンガリー国外で修行を積んでいます。フランスやドイツ、アルゼンチンなど世界に名だたるワインの本場に出向き、大手ワインで研鑽を重ねました。エディット氏は12歳からワイン作りに参加。12歳やばいな飲んでましたね絶対飲んでますね収穫前にして山に倒れた父親に代わって兄弟だけで収穫したのがきっかけでしたと、うん、なるほどどうしようもないこの事情があった、うん、そういうのでねやっぱりね歴史ありでございます、うん、ではこちらね、こちらですねカルピストライフルミントなんですけども、アルコール度数 11.5% フルミント 100% ですね。都会で最も重要なフルミント種を使ったワイナリーの看板ワイン、うん、フルミントは都会地方原産で最も重要なブドウ品種、うん、時は6ヘクタール標高100から260で樹齢は10から35、土壌は流木岩と、凝灰岩が混じる粘土、栽培はオーガニックです。すべて手摘み 1.5 気圧の非常に優しい力で空気圧プレス。あ、飲みやがったじゃあ飲みやがった。柔らかい香りが、ちょっとメロンもウリっぽい感じです、うんうん、うまい、よくできてる、うん、いいっすね、うん、なんか口の中でさ、うん、グレープフルーツのような飛ばしさありつつ、うんうんうん、わちょっと甘み感じますけど酸がキレがあるので、うん、そんなに甘ったるくないです、うんうん、ああいいね、もうちょっと冷やしてもよかったかもしれないな、うん、美味しいっすね、美味しい、1980円、1980円でこれだったらやっぱりいいじゃないですか、いいですね、ハンガリーですよ、うん、なんか結構ハンガリーでもなんか、うん、なんかあともう一箇所なんか僕たちが思い出す場所、あの生産者が一つあって、うん、そこはね、モトックスさんなんですけど、うん、確かにそれもね、安くて美味しいやつがあるんですよね、うんうんうん、やっぱり今、都会の、寄付ワインってなるとやっぱね、こう高くなりがち、うんうん、けどこれね、ドライなんで、ね、うまくまとめていらっしゃる、うん、素晴らしいワインでございます、うん、美味しい、美味しいね、美味しいですね、うん、スイスイ野生酵母にて、11から14度の温度管理されたステンレスタンクにて低温発酵、うん、90% はステンレスタンク、10% はシンダル、6ヶ月熟成、6%は3回に分けて丁寧に行う、年間生産本3万本、そんなに多くないね、そう考えるとね、柑橘用なし、白い花の香り、透明感のある味わいに非常に豊かなミネラルの綺麗な酸味、余韻もなく土地のテロワールと、うん、なるほどね、うん、個人的にフルミントのドライがすごい大好きで、お、好きなんだ、はい、で元々あのブラインドとかだったらリースリングに似てると思ってたんですよね、なるほどなるほど、結構吸収が出やすくて、うんうんうん、でまあアロマティックな
香りが出て、はい、ただこのワインについてはなんかそのリースリングとなんかビオニエの足して2で割ったみたいな、うん、あ確かにアロマティックな感じするよね、はい、と思ったらなんか 10% シンダルって書いてるんで、うん、多分そこが結構味噌なのかなっていう、ね、だからね、うん、このね資料を見ていただいた時にちょっとね、はい、違和感を覚えるのが何があるかってですね、うん、コルクタイプ、コルクって書いてあるんですよ。ティーンこれちょっとね、修正依頼やってるけどね。作るようなんですよ。今までこれコルクだったことあった？どうやって作るようになるんですか、うん、11.5 しかないですけど、それ物足りなさとか全然ないですよね。うん、先ほどおっしゃったみたいに、甘みとこの酸味のバランスというか。うん、もうちょっとキリッとするような感じで。うん、なんか冷やしちゃっても全然美味しいと思いますし、うん、確かに飲むとどこに近いかというとアルザス地方のちょっと白ワイン、うん、ジョンティーなんかね、なんかシルバーナとかそっち系のことを言いそうな、うん、確かにミネラルっていう感じのキリッとした感じもする、ピノブラン、シルバーナ、そっち系となんか間違えちゃいそうな、そんなワインでございますね、うん、ありますね、はい、アロマティックだよね、うん、はい、じゃあどんな声作ってるかちょっと見てみたいと思います、はい、ここですね、はい、ここでございます、ハンガリー、うん、まあ、スロバキア、もうほんとギリギリだね、うん、よよよっと行きますよと、うん、せっかくなんで、ゆっと、はい、うん、なるほど、うん、ほうほう、おお、なかなかひなびた場所っぽい気がするね、うん、リノ、おお、おお、わかりやすい、なんか良さげな、ね、いい風が吹き下ろしてきそうですね、うん、おー、いいね川に向かって、緩やかに斜面ですね、うん、ブドウ畑はどこなんですかね、うん、そっちの方なんですよ、斜面の上の方、その辺りだと思うんですね、 あ、そうですね、結構これもちゃんと緩やかな斜面ですよね、うん、はい、とりあえずじゃあここに行かせてもらいましょう、うんうん、本拠地、これがボドロム川って川ですね、うん、あれ、あの有名な、はい、行きました。いや、行ったんだけど、うん、ここじゃないんだよね。ああ、結構でも遠そうでしたね。ここからね、ここ奥に入んなきゃいけない。見えないんですよ。仕方がないね。なんか自転車が行ってないんですね、ここ。そう。自転車が。やっぱりね、なんかね、ここをね、行きづらいっぽくて、行ってないとこ結構あるんですよ。ここですね。はいはいはい、そういうところか。カルピンスさんのサイトもありました、ね。カルピンスのサイト、はい、ここでございます。おやっぱりちょっとあの山の上、ああ、これ今のこう平面地図見たらこれ見たのがイメージしやすいですね、うん、ゆりわかん、ほんとなってますね、うわーすごい、綺麗なのがですね、おっと12歳から、はい、やってた、はい、ナイスガイ、はい、ボトルの形がちょっと全部独特なこの、ね、確かにちょっとソーヴィニョンブラン普通の感じですね、普通ですね、なんかね、はい、これ飲みたいね、はいはいはい、もうちょっと、なるほど、うわー、うまいっけ、めちゃめちゃ干しぶどう、干しぶどう化してますね、なかなか面白そうなワインですね、でも多分、だからさっきのことを考えるとこの辺り、いや無理だろう、行かねえだろ、ほら道がないんだよね、うん、ほら、まあちょっとこれでこの辺りを結構下ろしてみましょう、街を見下ろせる感じですね、ちょっとこれ、行きなさい、君は、おい、おほーこの辺りが撮ったんですね、あ本当に置き去りにされたすごいですねははさすがで、さすがだね、おーどこ行ってんだよ、なるほど、なかなかすごい場所にあるので、ちょっとここに一回ちょっと行ってみようね、あ、行けた、おおおなるほど、ちょっとあんな感じに、なるほどなるほど、こういう風に見える、そんな場所でございます、なかなか本当にひなびてる場所だね、環境は良さそうだな、さすがに、だってさ、でっかい町なさそうだもん、うん、ここぐらいじゃないですか、そうですね、うん、1個つくここぐらいだね、はい、なかなか面白そうな場所でございますと、さあじゃあそろそろポイントつけてみましょうか、ちょっと油断してたな、はい、じゃあ、ササポから、はい、お願いします、私は、難しい、うわ4.3点、4.3、はい、10点満点4です、はい、ありがとうございます、なかなか、はい、高めで高めですね、はい、ありがとうございます、
サムリンポイント、せーの、3.2 ですね。まあ、2000円弱、まあ、1キッパで、なかなかいい、うん、やっぱりちょっと今回、うん、ちょっと気温が上がってくるだろう、それをさっぱりと飲んでいただきたい、うん、はい、そんなイメージもあって、うん、まず序盤、さっぱりさっぱりでいきます、うんうん、そうですね、ちょうどいいかもしれない、うん、そんな感じで行ってもらって、どういう風に皆さんがこう、ね、やっぱりこうちょっと熱くなりがち、そしてこう、うん、まあ、最初のゴールデンウィークをどう楽しんでいくか、そういうことを考えたのは、またこの。春野菜というか、あ、いいですね、春野菜か、これ春野菜でいい、なんか、どちらかっていうと、もう夏野菜が始まろうとしてるぐらいだと思うんだけどやっぱり、そうだ、新潟だったね、はい、もう新潟ってもう、もう新潟だねあれ住んだところは、なるほど、そういうところは、ちょっと第二の呼吸は新潟、第二、はい、なるほど、なるほど、遅いんですよ、そうですか、まだ雪解けてない新潟はね、それこそ確かにね、やっぱり新潟だとね、確かに春野菜かもしれないですね、うん、はい、ということで今回はこの感じでございました。これなかなかね、やっぱり美味しいです。じゃあこれに確かどれを合わせるか、結構これ難問だと思います何でしょうかね、やっぱクリーミー系がいいんじゃないかなと思うんだけどね、はい、ありがとうございます。ちょっとね、探してみたいと思います。お楽しみに、はい、ということでまたいいねとチャンネル登録、そして次回の動画で僕たちが何を合わせるか、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございます。